アメリカンカールは猫の品種の一つ。原産国はアメリカ。外向きにカールした耳が大きな特徴。新しい品種で1981年にカリフォルニア州レイクウッドのルーガ夫妻の家に迷い込んだ黒く長い毛を持ったメスの子猫が発祥である。この子猫は外向きにカールした耳を持ち、シュラミスと名付けられた。その後、成長して4匹の子猫を産み、 このうち二匹がやはり外向きにカールした耳であった。この子猫たちを基礎として品種の固定と改良が行われ、その後新しい品種として各団体に認められた。したがってアメリカンカールはすべてシュラミスの子孫である。この品種の大きな特徴は耳である。体重は3から5キログラムで一般的な猫の大きさである。性格はおとなしく人懐っこいと言われている。 この特徴的な耳は突然変異によるものと考えられている。これは遊性遺伝でアメリカンカールから生まれる子猫のうち少なくとも半分は同様にカールした耳を持つ。現在では短毛種、長毛種ともに認められているが元々は長毛種である。子猫は生まれた時は普通の耳であり、 生後2から10日ぐらいで耳に軟骨が入り始め、先端がカールし始める。個体差によって、一旦反り返っても浮き上がってくる場合がある。カールが固定するのはおおよそ生後4ヶ月程度で、それまではカールが取れたり進んだりする。特徴的な耳を持つ猫としては、スコティッシュフォールドが有名であるが、スコティッシュフォールドのように障害がある猫が生まれる、確率は少ないと言われている。 ただし、品種の歴史が浅いため、近親交配によって、障害のある猫が生まれる、可能性は否定できない。そのため、現在でも遺伝子プールを広げるために、雑種の猫との交配は認められている。ありがとうございます。